亀戸線どれだ、ん、あ、あれか亀戸線と、あ、危ない亀戸線お風呂、お風呂はおと、昨日ぐらいに入った。昨日ぐらいこれか、あ、うん、これ小指で見えてるよ、タチ。立ち見や小指で見えてます。全部全部屋見えてる。引き船で今乗るから、これでいいんじゃない。これ一番端っこ行くか。こんばんは。いや俺昨日の夜から何も食べてないから、昨日の夕方から俺何も食べてないよマジで。だからもうかなりガリガリになってきてる。ミスター遅ればりにガリガリになってきてる、かなり。いやさすがにもう腹ペコだよ。アイスは食べたけど、アイス以外何も食べてない。いやだから鍋を、え、鍋って公式行く前じゃなかったっけ。鍋って公式行く前じゃなかったっけ。ん、鍋って公式行く前だよね。鍋は公式の後か。あ、公式の前はうなぎか。ああ、そういえばそうか、行く前だったか。違う、なんかそういうなんか記憶が曖昧になるんだって。暴動なんか、だから熱中症の影響だよ。これも熱中症の影響で記憶が曖昧になってる。よくわからんけど、ボケてるわけじゃなくて。
熱中症のせいで脳が溶けてる、うん、脳が溶けてるわ完全に。やばいな、だいぶ脳が溶けてきた。うなぎは食べたでしょ確か。うなぎは食べたはずだけど、熱い、頭痛い。鍋捨ててないよ、食べて。汗が止まんないんだけど。あいつ早く電車来ないかな。あ、来た。うわあ、結構混んでるな。
亀戸駅で合ってるよね。ここ亀戸駅か。OK。じゃあ行きます。移動します。あの人100点じゃないよね。悪口言うわけないだろ。なんか電波悪いな。Wi-Fi 壊れたかもしれないな。なんか動いてる ？OK。動いてるね。え？あっちょっと画質下げたわ。軽く。もざってる？じゃあ画質上げるか。画質上げた。画質上げた。オッケー。このドンキホーテまだあるんだ。あー、お腹すいた。セクキャバとかあるんだ、アメリカ。
のすぐ近くでしょ多分。セクキャバ行かない。アマバーも行かない。これ松屋か。まだ先。肉の村山がある。どれ？そう、でっかいおにぎり買ったところ。あれか、これか。キッチンダイブ。あった。わあ、めっちゃ人いるじゃん。めっちゃ人がいる。わあ、めっちゃ並んでるじゃん。どうしよう。めっちゃ並んでる。めっちゃ人が並んでるんだけど。すいません、あの巨大弁当って大きな弁当、一番大きな3キロ弁当、それが一番大きいですか？もううちではそうです。あ、じゃあそれお願いします。あ、もう売り切れちゃってないんです。あ、ないんですか？はい。あ、そうなんだ。あ、わかりました。え、いくらですか？あ、無料なんですね。あ、じゃあこれお願いします。
もおかしいもん。はい。売り切れてたじゃん。おにぎりしかなかった。売り切れてた。おにぎりしかなかった。おにぎり食べるか。これ無料だって。お弁当がなんか売り切れてたらしい。お弁当売り切れだって。残念。しゃあないな。売り切れか。まあいいや。おにぎりとあと250円のでかいフライドキチンじゃない、チキン買った、うん、これ帰って食べるわ。フライドチキン、明日は 店内全商品無料。そうなの、めっちゃいいじゃん。おにぎり、でかいおにぎりは無料だった、うん、疲れた。じゃあ帰るか。帰るわ。今日も暑い中歩いて運動になったよ、だいぶ運動になった。こっからすぐだよ、小岩は。すぐよいしょ。オカマバー行かないよ。お酒飲むじゃん。腹減った。何も食べないでさ、暑い中歩き回ると危険だね、やっぱり。クラクラしてくる。バスは多分終わってんじゃないの、多分。僕ホームレスじゃありません。腹ペコだわ。
ね。あ、カブはどうしようかな、わかんない。また食べるかもしれないし食べないかもしれない。21時58分に千葉行きが来る。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。これな、晴れじゃなくて、晴れじゃなくて曇りぐらいがいいわ。ありがとうございます。今度の2番線の電車は21時58分発、うん、千葉行きです。やばい、しんどい。カブを食べるなんか言ってないよ。カブ食べるなんか言った俺。そんなこと 言わない、言ってないでしょ。何言ってんの。言ってないよ。どこの証券会社使ってる、山一証券ですね。おすすめです。あっち、まもなく2番線に千葉行きが参ります。危ないですから黄色い線まですぐ下がりください。山一は間違いないから、信頼と安心の山一だろ。あっち、足が痛い。今考えたらさ、社員が悪くないんです、私が全て悪いんですさ、あれ完全にさ、いい人アピールしてなんとかバッシングを少しでも緩めようとしてるよね、あの発言って。汚えわ。
いや暑いだ、疲れた疲れた、明日はゆっくり家で配信するか。いや疲れた。
あ疲れた。どうぞ。倒れそうだわ。よし。ああ疲れちゃうな。ダメだ。やばい、頭痛い。明日は家。家の掃除とかするか。家の掃除とかハムちゃんズの お世話とかを一日やるか。それで行こう。アドバイス、こちらです。よし、それで行こう。よし、明日は一日掃除とハムちゃんズのお世話ということでね、やります。スペシャル配信だ。それで行こう。明日はスペシャル家事配信だよ。スペシャル家事配信。それで行こう。よし。掃除するわ明日は。頭痛い。スペシャル家事配信しよう。それがいいわ。絶対やる。コバエをね、なんとかする方法を調べるわ。コバエが増えてきたから。コバエが増えてないのに。コバエが、コバエホイホイで、なんかコバエホイホイみたいなさ、やつを置いてんだけど、そいつ全然捕まんないんだけど。めんつゆ。そうです、見てますよ。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。結構前から見て。あ、本当ですか。予算くらいから見てます。あ、本当、予算今捕まってるんですよ。
あーお腹すいた。お腹すいた。疲れた。あー疲れた。トマトになるのは原因がわからんからしょうがない。どうにもならん。まあ家配信だったら止まらないからいいでしょ。明日は家配信だし、家配信だったら止まらないから大丈夫。ハムスターの世話を全部するわ。掃除とかおがくず入れ替えたりとか。頭痛い。明日ミルアームあげるって大丈夫なのかよくわからんもん俺。怖いからそのペットショップに売ってるやつしかあげたくない。怖い。お腹壊しそうだもん。危険でしょ。いや部屋はねクーラーつけっぱなしだから暑くはないと思う。多分いやでも分かんないよ、その怖いもん、生野菜と。本当に？いや、ミルワーム怖いよ。うちのハムちゃんはデリケートだから。そういうの食べれない。そういうなんか野生のハムスターが食べるようなものは食べれない。寄生虫とかいるでしょ間違いなく。寄生虫とか荷物重っ。うちのハムスタークーラーなし大丈夫？熱中症になりそう。
時は下手に外に出るより家で配信した方がいいんだね。今日で学んだわ。
んだろうな、わけわからん。なんだこれ。疲れた。やば。そうやば。マジ疲れた。倒れそう。どうする？枠取り直せば米火が出せるけど、枠取り直した方がいい？一回どうする？どっちがいい？どっちでもいいけど、どっちでもいいけど、俺はどうする？枠取り直すか取り直さないか。取り直す？米火見たいんだったら取り直すけど、取り直すね。分かった。
じゃあ枠取り直します。